はい、どうも、不動大和です。今回はですね、僕非常口に隠れてます。で、お昼の部が終わって僕が中間ちょっと車に荷物取りに行くわっていうことにしといて、で、職務質問をされてトランクに刀、小道具の入れとったからって警察に引っ張られたっていうドッキリをしたいと思います。お兄ちゃん隠しカメラも置いてるんで、あの、いけるかと思うんですけど、隠しカメラの感じちょっと見てください。ちょっと渡る、そんな、よし、これ ここでこうして、兄貴まだ送り出しやな。はいはい、早く帰ってくる、ここで隠すか。 OK です。 OK、 隠れてる、はい、見えへん、見えないです。よし、ここともう一つカメラ隠そう、はい、うん、よしよし、これをこの、こういう感じで2台のカメラを置いてますんで、ちょっと兄貴に捕まったから夜段取りなんとかしてくれるっていうのをちょっとやってみたいと思います。スピーカーで、スピーカーで、兄貴がおれへんでね、セットしてもう今回してきたの、何してんねん。もしもし、あ、お兄ちゃんごめん、はい、俺ほら荷物取りに行ってんねやんか、あの車のところに。ああ、うん、うん、だな、あの職務質問されたやんか、今ほら G20 のなんかの感覚でまだ残ってたみたいね。で、渡るがトランクにあの小道具の刀入れとったんやわ。ああ、で、ちょっと何ですか言うて、次署まで連行お願いしますって言われてね。ああ、で、もう5時からやんか。そうやで、で、今から警察署までちょっとご同行お願いしますって言われて、今乗せられてんねん車で、電話だけ一本させてくださいって、僕こういう家業なんでって言って、もうちょっと取り合ってくれへんねやんか。え、うん、ちゃんとそれも調べてもらって、そこまで進めへん。いやいや、もうあかんねん、もう今乗ってんねん、乗って、あの警察さん、警察の人の隣に喋ってんねん。豚なんていうの、豚言われて。いやいや、もうそんなんあかんねんって、もう兄貴、あの頼むわ、あともう絶対夜間に合わへんから、ごめん、夜間に合わへんわ。いや、警察の人は、いや、もう、あの、切らなあかんねん。え、変わらない。いや、あの、1分しか喋ったらあかんで、もう1分過ぎてるから。え、どこに、あ、もうごめん、ちょっとほんま頼むわ。ほんま、マジ出られへんから、出られへんねん。だ、ごめん、おね、ごめん。さて、この格好は僕が警察に捕まったという囚人の疑問。また電話かかってきました。はい、もしもし。もしもし。もしもし。森谷智明の兄ですけども。警察と間違った。不動大和の兄です。はい。え、お兄ちゃん。はい、俺。ああ、俺。誰か違う人だと思って、また警察だなと思った。うん、いやいや、違うね。もうほんまに兄貴、夜だけちょっと芝居とか調節しても多分時間ないやろから。調節って今からじゃ無理やろ。いや、なんとかして。できる。いや、なんで迎えに行って誰かが説明したらいいとか、そんなんじゃ。いや、もう無理やね。あれやから。穴も入ってたから。ああ、刀だけじゃなくて、いろいろ入ってたから、車の中に。え、穴も入って
ってるの？うん、あの刀の小道具とかもいろいろ入ってたから、もうそんなところじゃなくって、うん、なんかもうあかんねんっつって、すいませんけどとりあえず一回来てくださいって、で僕5時から舞台なんですけどって言ったら5時無理ですって、絶対間に合わないのでなんとかやってくださいっていう感じ、ごめんなんとか、いや無理やわ、今日多分帰られても夜まで、うん夜まで終わるぐらいまで、いける？はい、お願いします。で、中がどんな様子になってるんでしょうか。これを持って、突撃していきたいと思います。ここに隠れてるんですよ。兄貴！兄貴！兄貴！警察署から帰ってきた。警察署から帰ってきた。いきなり捕まってたけど、いきなりその格好で、うん、捕まってたけど帰ってきた、ごめん捕まってた。君に